幼児と本読みについて今日のというかレッスンの解説をします。で今日は実は3歳の一人男の子が見学に来てたもんですから、いつもとは違ったリズムといいますかテンポで、その3歳の子を意識して、まあ、初めてのレッスンですからね、恐怖心を与えないとか、まあ、そういろいろ注意を払いました。でいつものレッスンよりはまあ、テンポを遅くしたといいますかね、リズムをその子供に合わせたという経緯があります。まあ、それともかくとして幼児と本読みについて日頃考えていることを皆さんにお伝えしたいと思うんです。で 4.5 歳という4歳6ヶ月ですね、この年齢というのは非常に微妙というか面白い年齢なんですね。というのは社会心理発達学というのもありますけれども、その中でも幼児期の前期後期に分けるときに、この 4.5 歳というのが4歳6ヶ月というのが一つの分かれというか、その一つの区切りになる年齢なんですね。でどうしてその 4.5 歳が重要かといいますと、その幼児期前期からですね、幼児期後期、この幼児期後期に入りますと今度はこのな実はねこれはその発達するときはみんなそうですけども、その一応区切りを分けるわけですね。例えば乳児期、それから幼児期前、幼児期の前期、幼児期後期、それから少年少女期へとこう入っていくんですけども、その境目のところっていうのはそんなにはっきりして、もちろんはっきりしてるわけじゃないんです。はっきりしてるわけじゃないんだけども、後で振り返ってみますと、その1、2ヶ月、3ヶ月を通して急に変わったと、それがその境目のところなんですね。でその幼児期前期と後期が、そのこれはおそらく国によっても違うでしょうし、時代によっても違うんでしょうけども、まあ、時代はどうか分かりませんけども、とにかく国によっては多少 その差はあるんでしょうけども、まあ、日本では、そして私の経験では4歳6ヶ月というのが一つ この節目になるわけです。でどういってその 4歳6ヶ月の節目になるかといいますと、いわゆるそのエリクソンという学者も言っているように、 それまでは自分を律する方だったのが、今度は 4.5 歳を過ぎると今度は急に自律立つ方ですね、自立期に入ってくるという意味で、その幼児期前期と後期と分けるわけですね。で確かにその 4歳6ヶ月というその時期はですね、非常に子供が大きく変化する時期なんです。でこの時期から例えば今日は、文字というテーマで話しますと、急速に文字に対する興味を増してくるのも4歳6ヶ月からなんですね。でそれまではこの文字というものに対しても興味を示さなかった、あるいは興味を持ってるんですけども、どん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 情報を蓄積して、子供の場合は臨界点がありましてね、どん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 蓄積された情報がですね、この臨界点に達するわけです。そうしますと、ここで爆発的にこの興味を増して、そしてそれに対する学習意欲が生まれて、例えば文字というものに対しても急にこう文字を書いたり読んだりというようなことができるようになるのが大体4歳6ヶ月。それまではね、教えてもこうなんかこうざるでね、こう水をすくうかのように、こう知識がどん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 どこかへ消えてしまうんです。ところが4歳6ヶ月を境にして、急速にこの文字に対する興味を覚え、そしてこのぐにゃぐにゃの字、文字らしい文字を真似して書くんですね、その頃の子供というのは。で自分では例えばこんにちはって書いたつもりでいるわけですね。でその時に重要なことは、どんな字であっても、鏡文字だろうが逆さ文字だろうがね、そんなことは気にしないで、読んで、親が読んであげるということですね。そして次に大事なことは褒めてあげるということですね。そして子供というのは文字らしいものを書いた、そして褒めてもらったというその思いがですね、まあ教育的な立場で言いますと孔子っていうんですけども、好む好きな子と書いて孔子って言うんですけども、マイナスプラス そのストロークとして、その子供を前向きに伸ばしていくんですね。そうでなければ、例えばお母さんがですね、もう 4.5 歳以前の子供にですよ、4歳ぐらいからもう早期にやればやるほどいいんだっていうようなことで、もうガミガミガンガンやってしまう、ほら字が違うでしょ、掛け字も悪いですよ、形が違いますよ、なんてやってしまいますと、子供の中にこのマイナスのストロークが働いてしまうんですね。これを嫌視って言うんですけども、嫌いな子と書いて嫌視って言うんですけど、そういう因子ができてしまうんです。そう一度ね、この時期に文字に対して嫌いであるとか、文字に対する恐怖心であるとか、あるいは拒否反応を示しますと、それを直すのは
容易なことではありません。ですからそうさせないようにということをまず重要なことですね。文字を教えるというよりも文字を嫌いにさせないんだ、もっと言うと文字を見ると楽しいんだ、文字というのは楽しいんだよ、その文字を見たときにね、その向こうからこのお母さんの温かい息吹がこう伝わってくるような、そういうぬくもりというものを作ってあげられると子どもは前向きに文字を覚えるようになるんですね。この4歳6ヶ月というのが一つのこの境目になります。でその時期を過ぎますと急速に文字を覚えて、それから1年も経たないうちに、まあ普通ですと教えてもいないのに知らないうちに読み書き、ひらがなの読み書きができるようになるというのが、まあ普通のまあお子さんの場合の発達の仕方ですね。でその時にこの文字の、まあ、文字のね、例えばその、まあ、日本人は掛け順だとかひらがなでも羽がある掛け順文字もありますけども、止め羽払いというのを非常にうるさく言いますけども、アメリカ人でもオーストラリア人でもそれは非常に、まあ、英語の文字そのものは少ないんですけども、掛け順をどうのこうのなんて聞いたことないですね。でも今から十数年前で日本でもこの小学校で英語教育始めようと言ってた時にですね、まあ、ある研究会が始まったんですけども、掛け順と画数は最初に決めるんですね。日本人っていうのはそういう型が好きなんですね。例えば W は4画だそうです。1234ね。U は2画で書くんだそうです。12。それからもっと驚いたのがM ですか。 M は1234画だそうですね。でこんなことね、馬鹿げたことを決めるのはね、おそらく日本人だけだと思いますね。外国にもないような画数をね決めるなんてどうかしていると思いますね。私は、まあ、本気でやってたんですよ。そこから冗談じゃなくて本気に研究会で小学生で小学校で英語を教えるようになってはそこまでやるんだっていうような感じで、いわゆるその研究会っていうのは実は浜松市であったんですよ。まあ、はっきり言いましょう。そういうことをね、本気で決めてた先生、大学の先生、少しは自分に恥じなさいと言いたいですね。外国にもないような掛け順が日本にはあるんですからね。まあ、それは話はともかくとしまして、その、文字の使命は、やっぱり自分の意思を相手に伝えることですからね。子供がですよ、子供がですね、昨日をね、今日と書いたのもね、親は昨日と読んであげるんです。そして、ああ、上手に書けたねって褒めてあげる。そういうその励ましの中から文字に対する興味を増していくわけです。残念ながら、ね、小学校高学年の子供でですね、作文が好きな子供っていうのは10人のうち2人もいないですね。5、6年生で。10人のうち逆に5人ぐらいは作文大嫌いって言いますね。そう言いますね。それは非常に残念なことですね。それはなぜかというと、やっぱりこう文字教育っていうものがですね、いわゆる文字本来の意味、文字のその本来の目的というものからずれたところでなされているせいじゃないかと思いますね。こんなジョークがありますね。アメリカの先生が子供にですね、ある男の子、小学校3年生ぐらいの子供にこう言ったんだそうですね。これある本に出てたジョークですけども、ワニという字を書いてごらん、クロコダイって書いてごらんって言いましたら、あなたのね、あなたはどういうふうにクロコダイルという字を書くんですか。How do you spell クロコダイルって言ったんですね。そしたらその子供がもうめちゃくちゃのスペリングで書いたんですね。で先生が、あら、あなたこのスペリングめちゃくちゃよってその子供に言ったら、子供は何て言ったかと言いますとですね、だって先生は僕がどういうふうに書くかってことを聞いたんでしょ。だから僕はこういうふうに書くんだよって言ったんです。答えたって言うんですけども、これはジョークのようですけど、実はジョークじゃないんですね。ある日私もそういう経験したことあるんです。オーストラリアの小学校はやっぱり4年生か3年生のクラスで行った時にですね、もう書いてある作文があるんですけども、スペリングめちゃくちゃなんですね。で私その先生に聞いたの、スペリングこれ間違ってるけども直さないんですかって聞きましたら、その先生はこう言いましたね。ヒロシ、シェイクスピアの時代から英語には正しいスペリングなんてないんですよと、そんなものはないんだと。いわゆるそのまあ、はっきり言えば自由だって言うんですね。確かにbecause なんて今書く若い人はいませんね。COZ と書くんですね。cause って言いますね。because ですから cause、because cause って、まあ、似てるからね。cause、COZ と書いて。ということです。文字は伝えるのは使命です。そこを忘れると、幼児の文字教育の本筋を離れてしまうと思います。